お年玉って30超えてももらっていいですよね。どうも始まりました皆さん。絶対ダメです。はい。続きね、AI ソムリファイルやっていきましょうか。前回どこまでやったっけ？あ、これいったらいいんかな。まあじゃあ早速瀬島邸からいきましょうか。うわ、金持ちやな。金くれへんかな。60万ぐらい。結構もらおうとしてるけど。車でね、行きましょう。行こうか。なんだ？瀬島については確かにうさんくさい。うん。え、急に？急に瀬島のこと否定してるけど、相棒。ボスは怪しさポイントを3つ挙げていたが、うん。私もそれらについては概ね同意だ。ごめんけど、怪しさポイントって何ですか？3つ挙げてた？マジで？全く覚えてないぞ。瀬島が所有している携帯の通話履歴を調べてみた。うん。本人名義のものと、偽名で登録されている例のレンタルスマホについて。はい。何か分かったんか？何か分かったんか？いや、何やねん。何やねん。せっかく話してくれるから何かあると思ったら何もないんかよ。なんだよ。いや、ほんまに期待させといてな。まあ待て。最後まで聞いてくれ。うん。そこで次に、瀬島の秘書の携帯について探ってみた。マジか、絶対20代後半やろ。絶対瀬島の秘書20代後半やろ。で、多分やけど、ちょっと高身長やろ。うん、わかるで。で、メガネかけてます、絶対に。すると一件だけ、妙な着信履歴が。妙な着信履歴。なんだ？電話があったのは、1週間ほど前のことになる。うん。発信元は府中刑務所。ほー、ここで繋がってくる、刑務所。かけてきたのは受刑者で、証拠番号は89号。フリーザーマジかよ、お前。お前関係してくんの？それって。フリーザ、フリーザ。フリーザフリー、全然知らんかったわ。ごめんなさい、マキシマンザホルモン一回も聞いたことないからちょっとごめんなさいね。はい、ファンの人すいません。ああ、おそらくそうだろう。F やんな。捜査本部にかけてきたあの89号と同一人物と思われる。マジかよ。俺は奈良美翔子を殺した犯人を知ってる。うん、誰なんやろ。お、なんだ、相棒。89号の本名。あ、これもしかしてここら辺知ってるからいらんかな。カットする。わからないんだ。おお、俺もわからんわ。でも本名は戸籍に登録されていない人物なんだよ。あ、それあれやね、前流星街出身って言ったやつやね、それね。うん、まあ、ルコン街と間違ってんけど、ハンターハンターとブリーチの町間違えました。はい。外国人の可能性もあるが、国籍は不明。うん、ただ日本語を流暢に話すことから日本で生まれ育ったらしいことだけは分かっている。いや、それは日本語流暢に話すのはボビー・オルゴンでもできんで。ボビー・オルゴンでもフィフィでもできんで。おい、フィフィでもリカコでも。リカコは日本人かな、知らんけど。罪状は殺人だ。あー、マジか。複数の人間を殺した罪で、うん、無期懲役の刑に服している。そうやな、なんかそんな感じやったよな。収監されたのは6年前。6年前。つながってる。89号は何者？一言で言うと、暗殺者だ。現代では聞いたことない職業。現代では聞いたことない職業やで。リアルにあるんですか、暗殺者って。裏社会の人間から依頼を受け、ターゲットを闇に葬り、報酬を受け取る。ほう。もし皆さん、暗殺業の友達がおるんやったら、あなたは多分裏稼業の人間なんで、はい。見るのやめてください、はい。いや、視聴者にそんなこと言うんだな。そっちの世界では、ファルコというコードネームで呼ばれていたらしい。ファルコな。なんか進撃の巨人で聞いたことあるけど。ファルコ。ファルコね。そう、ファルコだ。あ、え、もしかしてファルコやから F なん。あ、そういうことちゃうかな。で、ドキドキすな、ファルコで。なんやねん。なんで急にファルコで興奮すんねん。人名で興奮するやつおらんで。人名で興奮すなよ。89号と瀬島との関係不明だ。うん、瀬島に聞いてみるしかないだろう。教えてくれるかな、あいつ。89号、証拠を殺した犯人を知っていると。うん、ああ、言ってたな。本当かどうかはわからないが。どうなんやろな。事件とのつながりは。うん、皆目見当もつかない。うん、正直言ってお手上げだ。まあな、俺もわからんわ。まとめ。89号か。うん、府中刑務所に行ってみるか。あ、そっ、行くとこいっぱいやな。優柔不断の俺からしたらもうどこ行ったいかわからんで。時間が惜しい。うん、ボスに連絡して89号をアビスに連れてくるよう頼んでくれ。あ、ここつながんの。わかった。
ちょっとカットした縁かあかんのかがちょっとわかんないっすね。これやったら瀬島亭、うわええー、とこ住んでんなマジ。え、もうなんか俺極戦で見たことあんねんけど、こんな家。極戦で夏好きやね仲間に行け。あの冷凍倉庫、死体はなかったそうじゃないか。急に始まんな、うん、もう私に用はないと思うが。いや何巻いてんねやろこいつ、ドラッグ。え、自殺すんの。これ何自殺すんの、これどういうこと。翔子のスマホに電話かけたのなぜ。しつこいなお前も。翔子に電話して何を聞こうと思った。プライベートなことって何なんだ。何なんだ。そもそも翔子とはどんなつながりが。あと瀬島はその服しか持ってないの。瀬島はこれもう伊達にも言えることやねんけど、お前ら着替え持ってないの。旅行できへんで、お前ら同じ服やったら嫌われんで。できたら教えてやろう。うわめんどくさい大人。令状とかなんかあの何あの職務質問は任意やからとか言ってスマホで撮影してるやつもう全員気象やからマジで。それ前も言ったと思うねんけど、全員も受けましょう。時間無駄にかかるだけやで。イリスのこと一体何度言えば気が済むんだ。私はそんなやつのことは知らん。マジか。顔も見たことはない。え、顔は見せたくない写真これは。いやバリバリ嘘やないか。バリバリ嘘やないかな。お前内心手ブルブル震えながら餌やってるやろお前恋に。絶対そうやんな。見るまでもなく分かっていたが。おもろいわ。だってだてちゃんは瀬島おもろいわ。瀬島なんか可愛いよな。瀬島キャラとして可愛い。まあ、おじいちゃんのこの焦りを可愛いでさえ。どうして瀬島は嘘を。クソジジイの焦りを可愛いでさえ。イリスは殺されたわけでも何でもないのに。イリスとの間には知られたくない秘密がある。いやもうパパ活やないかおい。なんやねんそれおい。絶対そうやないか。絶対そうやないかな。レンジュからなんかいろいろとおすすめされて、このアイドルどうですかみたいな、なんでちょっとスポンサー契約どうですかみたいな感じでさ、絶対言われて繋がってるやん。もうアセトンちゃんおっちゃんとやったって言ったらあかんけど、あんまりそういうことか。もうパパ活やん、援助交際やん。絶対そうやん。冷凍倉庫訪れた理由黙秘すると言ったはずだ。だるいなこいつ大人として。どうして。どうして結局あの倉庫には何もなかったんだ。理由を隠す必要なんてないだろ。でも政治マンのドアップいらんわおい。なんで俺ジジイ見ながんの。どうやら答えるつもりはないみたいだな。マジか。89号について教えてくれ。89号。誰だそいつは。いや確かに89号だけやったら誰かわからんわ。急になんか人造人間伝えてきたみたいな。急にドラゴンボールの人造人間のなんとか号やからさ、16号とかのわからんよな。89号だけやったら。府中刑務所で服役中の受刑者だ。コードネームはファルコ。あ、そうファルコとか伝えたら。暗殺業を生業としていたらしい。そんな奴がこの日本にいたとは驚きだ。いや、ほんまにな。で、そいつがどうしたって？今から1週間ほど前、あんたの秘書に電話をかけている。知ってるやん、じゃあな。そうか。だが私の耳には届いておらん。いや、それはそれで秘書が仕事してないってことやで。秘書何してんねん、おいな。秘書最悪やないか、そいつ。要件は分からんが、どうせくだらん陳情か何かだろう。ちょっと陳情の意味がちょっとわからない日本人なんですけど、私には報告するまでもないと思ったのではないかな。ああ、そういうこと？89号について詳しいことは秘書に聞いてくれ。秘書どこにおるんやろか。私は何も知らん。お前ほんま何も知らんな。使えねえな政治マン大人として。さあもう十分だろう。私は忙しいんだ。これで失礼するよ。忙しいやつは恋に餌やらん。忙しいやつは恋に餌やらんよ。何が忙しいやねお前、ふざけんなよ。ああ、最後に一つだけ。おう。正直に言うと私はお前のことが嫌いなんだ。お前直接言うタイプなんや瀬島は。直接な。
建前とか使わんタイプなんや。かわいいな、ちょっとな。顔も見たくないと思っている。めっちゃおもろいやん、瀬島。え、まあ、瀬島ピュアよな、こいつな。うん、顔だけ、年齢だけ重ねてもうたピュアな男。だからもう二度と私の前に姿を現さないでくれ。いや、マジでごめんやけど、瀬島、俺も思ってるから、そうやって、うん、今後出会っといてくれんか。やっぱ可愛い女の子とかっこいい男しか見たくないね、俺。うん、美形なやつしか見たくないから、瀬島さん、ちょ、出て行ってくれんか。お互いのためだ。うん、いいね。殺されんちゃん、ワンちゃん、伊達、瀬島に。やば、こいつ。秘書はどこなん？言い残し、瀬島は去っていった。くそ、あの野郎。めちゃくちゃ腹立ってるやん。伊達かわいい。伊達もかわいいな。伊達、血圧の上昇値が半端ない。このままではぽっくりいってしまうレベルだ。伊達も短気やな。とにかく落ち着いてくれ。そうや、我々には他にもやらなければならないことが。絶対秘書可愛いから、秘書見たら落ち着くやろ。分かってんだよ、そんなことは。めっちゃ綺麗な。絶対伊達モテへんやろ。あれ、秘書は？秘書はいないんすかね、秘書の方は。おい、相棒、見ろ、半魚人がいるぞ。絶対嘘やん。ほんま？瀬島は裕福な国会議員だ。関係ないやろ。なんで金持ってるから半魚人がついてくんねん。半魚人ぐらい飼っていても。やりえへんわ、これ。え？半魚人？びっくり遅いな。え？え？え、怖っ。え？おい、どうぞ。レンちゃんのことね。あ、もう挨拶とかなしなんや。うっすーみたいなのなしなんや、うん、せっかく来てもらって悪いんだけど、実は何の手がかりもなくて。マジか。そうか。まあ、ちょっとママも情報屋らしいけどね、ママはね。うん、いいか。あと、ママはこれ、ママだって男でしょ、これ。何を詰めてんの、ここに。ここに。え、ママ、え、ママって女の子、これ。この見た目で。ちょっと、ごめんなさい。ママごめんやけど、やっぱ、マツコデラックス想像するから、男にしか見えへんわ、ママ。ごめんやけど。ごめんな。お給料のこと。レンちゃんと熊倉組に繋がりがあるのは知ってるわよね。うん。ああ、知ってる。この店で、あいつ本人の口から聞いたんだ。うん。レムニスのタレントのスキャンダル、そのもみ消しなんかを依頼してると。いや、芸能界の闇。今はな、うん、あいつがレムニスの社長になってからはそうだ。やっぱでも、アイドルも恋愛したいんちゃうか。ねえ。だがそれよりももっと前、最近の AKB の線。沖浦が高校生だった頃から、うん、あいつと熊倉組には関係が。どんな高校生やね。やば。あれ、過去回想。何だって。君は殺された死体って見たことあるかい。お前そんな声してたん。沖浦栄光してんのこいつ、かっこいい。おう、いや、見たことないよ、そんなん。なんか炙く泡を吹いてる男の人やって見たことあるけど。駄菓子屋さんの前で倒れてた男の人やって見たことあるけど。夏岩ってなんでちょっと感傷にしちゃってんの俺。今から数年前、ボトルがくらいになった頃、沖浦は不意にそう言った。君は警視庁の人間だ。おう。所属までは聞いちゃいないが、交通課ってことはないだろう。おう。だとしたら。おい。え、何？え、何？だとしたら何？お前はどうなんだ？え、だとしたら何よ？僕かい？めっちゃ、沖浦マジでイケオジやな。モテへんわけないな、この社長。僕は、まあ、あるよ。え、殺された人間？まあ、あるから多分俺に質問してるんやろうけど。なかったら質問しちゃうよな。マジで？いや、ね、飲んでないやん。それも口つけただけ？え、どういうこと？ちょっと、情報が連発しすぎ。ちょっと、口つけて、お酒飲まへんし、口つけるだけやし、1、2体じゃなく、死体めっちゃ見たことあるってこと？やば。で、声かっこいい。なんだお前。数えきれないほどの死体は。どういうことやねん。タイムスリップしてきたんか、お前。戦争中から。高校生の頃、ちょっとやばいバイトをしててね。おう。暴力団の熊倉組って知ってるかな？うん、そこの連中がやってたオレオレ詐欺の受け子をしてたんだ。マジで。オケラ引くからちょっと友達やめへん。もうもうちょっと絶交しやん。ちょっと嫌やわ、そんなやつ。うん、指定された場所まで行って、うん、
相手から金を受け取り、組織の奴らに渡す。やばいな。誰でもできる簡単なお仕事さ。ほう。それを続けてるうちに幹部の連中とも親しくなって、イケメンやしな。やがて大きな山にも連れて行かれるようになったんだ。大きな山。その山っていうのは警察に伝えんの？何なんだって。だってにな。ターゲットは身寄りのない地方の老人。ほう。広大な山林を所有しているじいさんやばあさんたちだ。はい。彼らは日常的に寂しさの中で暮らしている。うん。ちょっと甘い言葉をかければコロッと騙されてしまうんだよ。お前そんなイケメンな顔で言うなよそんなイケメンな顔で言うな。おい、おきゅうらよ。マジかよ。オレンジュ組織の連中はそうして老人たちに近づき、うん、組の関係者を養子縁組させる。ほう。その後檻を見て彼らに大量の酒を飲ませて冷水させ、うん、熱い湯を張った浴槽にぶち込み放置する。うん。すると糸も簡単にあっけなく彼らは死ぬ。マジかよ。友達やめへん？よろしくお願いします。おきゅうらよ、やっぱり友達やめへん？そんな簡単に酒の席やからといって、そんな簡単にそういうことを言うやつとは友達続けられへんわ俺。嫌やわそんな友達嫌やわ。レンジュ、おい、なんでそんなこと言うねん。刑事にしかも脳梗塞や心筋梗塞を起こすか、うん、意識を失って溺死してしまうんだ。いや別に死に方聞いてないねん。ちょっと死に方聞いてないよ。大抵の場合、うん、警察はまともに調べようとはしない。うん。病死または事故死として簡略的に処理される。いやだって警察やで。隠して養子となった組の関係者は広大な土地を相続。なるほど。それを売却することで組に多額の収入がもたらされるという仕組みだ。でお前は何に関係してんの？いやもうだってだってドン引きやんだって引きまくってるやん。僕はそうして殺されていった老人たちをたくさん見てきた。お前その場におるってこと、おったってことやんな。その犯罪を明るみにしようとしたジャーナリストやルポライターが処分されるところもね。うん。じゃあちょっとほんまに俺も引いてビビってるから、ちょっとトークがだから僕は何？ちょっと待って待って、何マジで何？ああ、なんでこんなこと話してしまったんだろう。いや後悔するんやったら言うなよ後悔するんやったら言うな。バカバッキャロンやないかおめえ。はあ？酒飲むなお前みたいなやつが。酒飲んで口ゆるゆるなるんやったらガバガバやないかお前の口。ふざけんなよ。教えられた伊達の気持ちやろおい。絶好、もう絶好で。僕のこと逮捕するかい？する、ちょっとするに決まってるやろバカ。おい、なんてこと言ってんねんお前。もう俺は手元のグラスを口へと運び、中の液体をすすった。お前は直接手を下したわけじゃないんだろ？マジで俺やったらするけど逮捕。ああ、僕はただ見張りをしてただけだ。いやいや、笑いながら言うなお前。ふざけんなよはあ、こいつやば。いや見張りをしてたもんお前。あれやで、お前いじめられてるやつを見過ごしてる傍観者たちと一緒のセリフやでお前。それな、見てただけやみたいな。俺は関係ない。いや止めへん、お前も悪いやろみたいな。何言ってんねんレンジュ。しかも笑うなよ。でもえ、あそういうこと。笑ってたわけじゃない。何か ごめんレンジュ。カウンターの上にいくつもの雫がこぼれた。それはほんま泣き？それそれはほんま泣きですか？その後グラスの氷が溶けるまで俺たちは何も語らなかった。カランカロン。それほんま泣きか？でママも聞いてんじゃんその話。まとめんの早。ちょっとまとめんの早ない？ちょっとマジ。夜になったらもう一度来てもらえる？なんで？一人ね、レンちゃんと親しいお客さんがいるんだけど。ほん。その人が今夜来ることになってる。うわ、多分やけどこれひとみさんちゃうかな。誰に聞けばもしかしたら何かわかるか。だってもう新キャラあんま出てこやんで、あと数人しか出やんで。ひとみさんやる絶対。待ってる。オッケー。まあ、行こうか。じゃあ調子どうでもいいな。下がんけ。お、ひとみさん。昨日は失礼しました。
昨日な、昨日か、昨日、水木ちゃんと一緒になった時かな。断りもせず突然お邪魔してしまって。ああ、ちょっと怒ってます、そのことは。うん、あの勝手に家入らないで、ちょいさ、俺やったらマジで嫌やから。むしろ感謝しています。あ、感謝してるらしいです、伊達はね。あなたのおかげで、うん、水木は声を取り戻すことができたんですから。あ、そうやな。そんな、私は何も。あ、でもあの、ひとみさん、そんなあの、ちょっとなんていう、あなたは悪いことをしてるから、人の家に不法侵入することをしてるから、ちょっとそんな笑いながら言わんといて、ちょっと、うん。ひとみさん、今日は月曜日ですか、学校は。今日は祝日ですよ。もう、恥ずかしい。恥ずかしい、伊達あるあるやけど、うん、刑事さんには祝日なんて関係ないのかもしれませんが。そうやな、まあ、教師やもんね、ひとみさんな。刑事さんじゃないんでしたっけ。刑事事件を扱うという意味では同じです。うん、そうか、今日は祝日だったんだな。い遅いな。いや、ちょっと遅いかわからんわ、ちょっと待って。遅いんかちょっと。謎のカットあったのはちょっとあのタイミング悪かった、ちょっとね。まあアニフラってやつですかね、皆さんね。お前も忘れてたのか。うん、ローテーブルってなんだ。あ、なんで俺ローテーブルの意味わからんくなったん俺。ローテーブルはテーブルですよね。はい、オキュラの居場所、昨日も聞きましたね。マジで、もう昨日と覚えてないんだけどな。オキュラ君に何かあったんですか。うん、隠していても仕方がないと。俺は正直にオキュラが失踪したことを告げたと。そうですか。うん、病院から。ほんまにあのレンジは顔かっこいいけど人間的には終わってるよな。終わってるよな。でもすみません、うん、ちょっと心当たりはないか。イリス、イリスには小さい頃から苦労をかけました。ほんまかそれ。ほんまですかそれ。あの髪の毛の色が完全に苦労かかってないやつの色やねんけど。ほんま？私がイリスを産んだのは19歳。うん、おまけに片親でしょ。早いね。世間の目もそれなりに厳しくて。なるほどな。それでもイリスはめげることなく、いつでも私をかばってくれました。めっちゃええ子やで、マジで。保育園の頃、うん、母親たちが集まって私の噂話をしてたことがあったんです。うわー、ちょっとあれか、ママ友的な。そしたらイリス、うん、その母親たちのところに近づいていって、ママを悪く言うなって。わー、めっちゃいい子やな、マジアセトンちゃんな。で、その母親たちはあのひとみさんが若いから嫉妬してるだけ、これ。嫉妬してるだけなんでね、はい、私の方が母親なのに、うん、イリスにはいつも助けてもらってばかりで。うん、ええやつやな。ええやつやなってあれやけど。ひとみさんのご両親は。あ、ほんまや。私が17歳の頃、え、事故で亡くなりました。ひとみさん、壮絶。壮絶な人生やな、すごいな、マジか。私は一人っ子で兄弟はおらず、親戚は遠く離れたところに住んでいました。まあだからあの F との出会いで、なんていうの、その神社とかおったんかな、関係ないか。一度はその家にお世話になるという話も出たのですが、うん、何しろ高2のことでしたし、まあ、結構年齢は言ってるもんな。言ってる。急に悪口。あと1年で卒業という時期に転校するのも。確かに。そういうわけで私は一人でこの家に住み続けることになったのです。そんな JK おるねんな、マジでな。じゃあイリスの育児も。あ、一人でってことか。誰の手も借りずに。19歳で出産して一人で。やば、よう、ひとみさんここまで生きてきたな。めちゃくちゃ失礼やん俺。え、あ、おきゅうらくんがたまに手伝ってくれることはありましたけどね。あ、レンジュね。まあ、レンジュはちょっとあのいやらしい感情を持ちながら多分手伝ったんかなと思うんですけどね。イリスのこと。私とイリスはずっと二人きりで暮らしてきました。うん、旅行に行くのも二人、バーベキューに行くのも二人、動物園に行くのも遊園地に行くのも二人きりでした。うん、ああ、そうそう、遊園地といえばこんなことが。なんかあったんか。イリスが5歳の時、ブルームパークで子供向けのショーがやってたんです。うん、ミルキームーンっていう美少女戦隊もののショーが。もうほぼセーラームーン。あの子小さい頃から歌と踊りが大好きで。なるほど、だからニコ生主になったんや、イリスちゃんは。音楽を聞くと反射的に体が動き出してしまうという癖みたいなものがあって。やば、その癖やば。あの時もそうでした。うん、ショーの終盤、
ミルムンたちがエンディングテーマに合わせて踊り始めた途端、はい、イリスは舞台の上によじ登り一緒に踊り出してしまったんです。何してんねんちっちゃい子供やから可愛いけどさ、もうちょっと大人になって中学生ぐらいになったらちょっと引くで。私はイリスを止めようと思い慌てて舞台に駆け上がりました。うん、イリスの手をぐんぐんと引いて客席まで連れ戻そうとしたのですが、うん、そうこうしている間にノリのいいミルムンたちに乗せられて私も一緒に踊らされる羽目になってしまって。でもめっちゃええエピソードやんそれな。終わった後、うん、あの子は満面の笑みを浮かべて言いました。ママのダンス上手だったよ。かわいい、めっちゃかわいいなマジでな。ええー、な、そういう子なんですあの子は。なるほどな。イリス、まだあんの？イリスのこと。路上でライブしてる人を見つけたら、うん、飛び入り参加しちゃいますし。いやそれはやばいわそれはやばいわな。路上ミュージシャンに急に突入するやつやばいやろ。急に歌マイクぶんどるってか、やばすぎるやろ。それはあかんよ。発車メロディ、うん、横断歩道のトーリャンセ、トーリャンセ、果てはコンビニ入店時の電子音でも、うん、踊り出してしまう始末です。まあ、アセトンちゃんイカれてんなおいアセトンちゃんめちゃめちゃイカれとるやないか。それはあかんやろおい店出られへんくなるやんお客さん。そういえばその癖が原因で大怪我したこともありました。アセトンちゃんこの可愛さでやばいやつ。うわ、ちょ、第一印象はええけど最終的な印象は悪くなるタイプやこれ。アセトンちゃんはジャングルジムのてっぺんにいた時、近くをゴミの収集車が通りかかったんです。同様のメロディーを流しながら。あるな、なんかね。そしたらあの子その場に立ち上がって飛び跳ねるようなダンスを。マジか。まあ、子供の時ってことやもんな。体勢を崩して落ちた時にはうわ片足を骨折していました。痛い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 。運悪くその日は日曜日。うん、見てくれる病院を探すのは至難の業でした。うん、私はあの子を背負って街中を駆け巡ることになりました。いいお母さんやん。私もう踊れなくなっちゃうの？踊れなくなっちゃうの？んなことないよ。私の背中であの子は大泣き、うん、後にも先にもあんなに泣いたのは1回だけ。いえ2回だけしかないかもしれません。2回。イリスが大泣きしたもう一回とは？あんま言いづらいんかな。いやそのだても黙るやろ。6年前。うわ。私が銃で撃たれた時です。いやその話ちょっと聞きたかった、ひとみさんの視点から。手術の後、うん、病室にいた私のところにイリスが駆けつけて。またエピソードか。かわいい？え？いや可愛いの前にこんな小学生おらんわおい。死んじゃやだ。うん。死んじゃやだ。こんなピンク髪の小学生俺も嫌やわ。ごめん。アセトンちゃん。それ泣くよな。ママが撃たれたら。誓ったんです。おう。この子は何があっても守り抜くって。うん。イリスは私にとってのすべて。ごめんな空気読まない。ピンク髪のこと突っ込んでごめんなみんなな命よりも大切な娘です。おーめっちゃええやんけ。他は何もないんかな。まとめ。イリスよほどダンスが好きなんだな。そうやな。ちょっとあの路上ミュージシャンに突入するのはちょっとやばいかな。ヘズマリュウでも多分しやんと思うからさ。うん、やめとこう。まあ、子供の時やんな。今やってないよな。18で18でやってないよな。絵を描くのはあまり得意じゃなさそうだが。やめたれよマジで。ずっと右上にあるけどさ、あんまり綺麗じゃない絵あるけど。ほらあの壁に飾ってある絵のことだよ、うん、多分子供の時描いたんやろ。別に絵やないか。まとめてなんなんマジで。あ、絵が気になる。絵そんなに気になるか。前から気になっていたのですが、うん、この絵はお父さんおるやん。イリスが12歳の時に描いたものです。やっぱりお父さん絶対あれやんけ。左はひとみさん、真ん中にいるのがイリスですね。いやお父さんあれって言うけど、お父さんあれはもう決まってることやん俺完全にイリスのお父さんの存在忘れてたわ。勘違いしてた。 F やんなこれな。え、うん、では右にいるのは。わけわからなくなって思った。当時私が交際していた男性です。うん、といってもお付き合いしていたのは3ヶ月程度のことですが。嘘。
え、ちょっと待って、F じゃないのこれ。私と彼が出会ったのは今から6年前のことです。え、ちょっと待って、 F の、あれ F の娘なんじゃないの、アセドンちゃんは。あれ、港区にあるイクメ神社ってご存知ですか。あ、育ての親なん。そこでお参りしてた時、うん、声が聞こえてきたんです。うわ、俺ずっとアセドンちゃん F の娘かなと思ってた。苦しそうなうめき声が。社殿の脇に回り込んでみると一人の男性が座り込んでいました、うん、お腹から大量の血を流して。 F やんなこれな。私は慌てて携帯を取り出し救急車を呼ぼうとしました、うん、すると彼は私の体を手繰り寄せいきなり唇に。もう観音小説やんこれ観音小説みたいな。ちょっとやめてくれよ、ドキドキするやんけこっちもさ。何が起こったのかもわからず、うん、私はただ呆然と彼の瞳を見つめることしかできませんでした、うん、足音が聞こえてきたのはその直後のことです。続けて耳に届いたのは怒鳴りつけるような男性たちの声でした、うん、どうやら男たちは誰かを探してるみたいで、やがて足音が遠ざかり声も聞こえなくなった頃、彼はおもむろに唇を離して言いました。え、ずっとキスしてたんちょっと待って、え、ずっとキスしてたん。ちょっと待って、空気交換しすぎ、ちょっとえ、そんな足音遠ざかって声も聞こえなくなるまでキスしてたん。長鬼ディープキスやん、鬼ディープキスやん。救急車は呼ぶな、うん、警察にも連絡してはならない。89号やからな。事情を察した私は彼を闇医者の元へと連れていくことにしましたなんで知り合いおんねんそんな闇医者。ちょっと待ってくれよな、なんで一般人のひとみさんが闇医者の知り合いおんねん。は？どういうこと？闇医者？いやほんまに。もともと沖浦くんの知り合いで、うん、前に一度紹介してもらったことがあったんです。もう沖浦やば、あいついっぱい関係してくんな。あれ、まとめって何？まだええか。出会って1分で口づけを交わした私たちでしたが、2度目が訪れるまでにはそれからしばらく時間がかかりました。いや、まず2度目訪れる方がおかしいねんで完全なる犯罪やねんけどな。まあ、それが付き合な交際してたってことやからええことやけどさ。まだ初めて手をつないだのは、うん、一緒にホラー映画を見た時で、初めて腕を組んだのは、うん、遊園地のお化け屋敷に行った時でした。うーん、といっても私の方から腕を絡めに行ったわけではありません。いや別にどっちでもええわ別に急に現れたゾンビに驚き、うん、彼の方から私の腕にしがみついてきたのです。あ、ちょっとお化け屋敷きついんや。そんなお茶目なところもあったりして、私はどんどん彼という存在に惹かれていくことになりました。うん、ええやんけ。2度目に唇を重ねたのは車の中。え、なんで俺2人の馴れ初め聞いてんの、ちょっとえ、なんでちょっとえ、なんで伊達は何も言わへんの、どういうことこれな。別に興味はあるけど、そこまで言わんでよくない、ひとみさん。ありきたりですが、うん、ドライブをして夜景を見て人気のない倉庫街で車を止め、そしてキスをし、カーセックスをした。あ、ごめんなさい、はい。特に告白のようなものはありませんでした。ここ沖浦水産倉庫やん。私と彼はいつの間にか自然と寄り添うようになっていったのです。なるほどな、抱かれたってことか。イリスに彼を紹介したのは、うん、出会ってから一月後のことでした。可愛いけどマジでこんなピンク髪の女の子嫌やけどな俺は。もともと母親だけしかいない環境の中で育ってきたせいもあったのでしょう、うん、イリスはすぐに彼を気に入り、本当の父親みたいに彼を慕って懐くようになりました。で、ずっと勘違いしてたけど、やっぱこう、もともとシングルマザーやったよな、ひとみさんはな。なるほどな。それからの私たちは、うん、どこに行くのも三人一緒。うん。海に行くときも、川に行くときも、動物園に行くときも、遊園地に行くときも。ええな。バーベキューを三人でしたのも、私とイリスにとっては初めてのことで。うん。何もかもが新鮮で、毎日が
ときめくような刺激に満ち溢れていました。ああそういえば、うん、この絵のことでしたねそうなんですよ。結構時間かかりましたね、ひとみさんね、はい、ある時彼がまず教えてください、はい、お好み焼きを焼こうと言い出してホットプレートを買ってきたんです。ほう。その時嘘みたいな出来事が。教えてよ。彼のひっくり返したお好み焼きが高々と宙を舞ったかと思うと私の頭にペタンって。めっちゃ可愛いやん。それを見るなりイリスはゲラゲラと笑い出して。あ、そう、あ、頭の上のやつ、これお好み焼きこれそれちょっとおもろいな。全然わからんわ、この絵見ただけじゃ。あんなに笑ったイリスを見たのは、うん、久しぶりのことでした。それで私なんだか嬉しくなって調子に乗って二人の頭の上にもお好み焼きを乗せたんです。何してんねん何してんねんな。ペタンペタンって。いやちょっと可愛いけど食べ物大事にせえや。さらにかつお節を乗せたり、うん、青のりを振ったりマヨネーズやソースまでかけたりして。頭の上で頭の上でか。楽しんでんな。そうなったらもう収拾がつきません、うん、飛び交う卵、撒き散らされる小麦粉、やがて室内は見るも無残な有様に。それなるやろな。戦いを終えた後。戦い言うなよ。私たちは互いの姿を見ていつまでもいつまでも笑い続けました。幸せやな。ぐちゃぐちゃになった床の上を転げ回るようにして、うん、この絵は全然受けてないよ。その終戦直後の様子を描いたものなんです。戦争みたいに言わんといてお好み焼き戦争ってこと。これ懐かしいな。めっちゃええやな。ずっとだって貼ってあったもんね、これパート1から、うん、けれど、うん、そんな日々も長くは続きませんでした。3ヶ月って言ってたもんね。6年前の11月、うん、銃を持った男がこの家に踏み込んできたのです。この家やもんな。なんかハゲたおっさん全然名前出てこなかった。なんかハゲたおっさんのね、ローハンやったっけ。イリスが出かけていたのは、うん、不幸中の幸いでした。あー、それはよかった。ですが彼はここにいたのです。うん、というより彼がここにいたからこそ男はこの家に、うん、男の狙いは彼でした。彼の命を奪うことが男の目的だったのです。はい、男は彼に向かって銃を構え引き金を引きました。私はとっさに彼をかばおうとして。なるほどな。私を撃った男は駆けつけた警官たちによって逮捕されました。あ、これ死んでなかったんや。でもなんで銃持ってんの。さらに狙われていた彼の方も捕まり、ああ、収監されることに。罪を負ったってこと。なぜ。ちょっと待って、これ大事なこと言ってない、ひとみさん。ボスの存在、ボスもおったで、ここに。彼は私との交際を始める前に、うん、重い罪を犯していたのです。普通では考えられないような常軌を逸した罪を。それも全部教えたんかな。その関係で裏社会の人間から命を狙われることに。うん、詳しいことは分かりませんが、何かその種の連中に対する裏切り行為を働いたそうです。あ、それは僕ら知ってますね。僕らまあこれを見てくれてるあなたと俺は知ってますよね。はい、一つ聞いてもいいですか。うん、ええ、ひとみさんが狙われたから、それをなんて言うん、ひとみさんが狙われて裏切ったってことやもんな。銃で撃たれた件、昨日は通り魔的な犯行だったと。ああ、なんか言ってたんかな覚えてないわ。あれは事実ではありません。うん、そばに水木ちゃんがいたから嘘。なるほどな。水木ちゃんはイリスの友達。どんな女の子やねんこれ50キロ上げる女の子嫌やわ、ベンプレで。水木ちゃんの耳に入ったら、うん、いずれはイリスにも伝わってしまいます。なるほどな。知られたくなかったんです、イリスには。うん、何を。交際していた彼が犯罪者だったということを。彼はイリスにとっては父親代わりのような存在でした。イリスは本当に
彼のことを心から慕っていたんです。それ言われへんよな。その彼に恐ろしい過去があると分かったら、きっとイリスは、うん、壁に絵が飾られている。十二線的に描いたものらしいと。まとめもないんちゃうか。あるか。感傷に浸っている場合ではない。うん、そろそろおいとますることにしよう。うそやな、ありがとうな、ひとみさん。めっちゃ話してくれて。そうだな。だからひとみさんマジで癖なってんで、右手触んの。ひとみさん癖なってるわ、右手触んの。マジで気になんねやろな、多分な。レムニス行くか。受付嬢のお姉さんに会える。行くしかねえじゃねえかよ。最高じゃ。レムニスケイト、誰かおるかな。アセトンちゃん、オンちゃん、ワンちゃん、やっぱり。もう、うん、激おこプンプン丸なんだからね。いやもう可愛いな、なんやね。超絶的な死後だな。久方聞いてないわ。なんで怒ってる。なんでやね。昨日のイクラマンの約束ブッチしたからですよ。いやそれはお前が死んでたからや。それはそれはお前が一瞬死んでたからや。おい、言われへんけど。イクラマンの約束なんてしてねえから。マイクラでしょそれ。でもデートの約束ならしたでしょ。確かにな。ちゃんと家には行った。来ましたね、日付が変わる2分前に。まあギリギリオッケーこれ。だけどどこにも連れてってくれなくて。それお前、日付変わる2分前やったらホテルしか行くとこないやないか。ホテルとなんか24時間のカラオケとネカフェぐらいしか。2分でどこに連れてけど。行けるとこならたくさんあります。歯舞い、シコタン、エトロフ、クナシリ。無理に決まってんだろ。だったらもっと早く来ればよかったじゃないですか。そんなこと言ったってお前。イリスちゃん、オキューラの居場所。したんですか。失踪してんね。なんか知ってるか。別に隠す必要もないだろう。オラフキューラが昨日病院から失踪したことを告げた。交通事故。そうですか。うん、心配ですね。でその前に、なんでアセトンちゃんは生きてるの。お前が昨日何してたか教えてくれんか。アセトンちゃん、どこに行ったか心当たりは。うん、すみません、全く。さ、知ってた怖いよな、ちょっとな。瀬島、そう知ってるか。手振んなお前 が見たことが。マジか。あったり話したりしたこと。もう作り笑いがすごい、瀬島の。いえ、ありません。うん、全く面識がないと。あるわけないじゃないですか。マジか、なんかな俺から、伊達視点からしたらアセトンちゃんと会ってたんやけどな、瀬島は。関係あるんかなと思ったけど。イリスの、イリスの死体を見たけん、これ言う？言うのも。イリス、笑わないで聞いてほしいんだが。いや、絶対笑われるわ。だって、本人にお前昨日死んでたでと言ったら絶対笑われるやろ。絶対笑われるかって関係絶たれるやろ。実はな、うん、俺は昨夜、有明にある冷凍倉庫であるものを見たんだ。おい。あるもの？おい。凍りついたお前の死体だ。鬼滑るギャグやで、それ。そりゃ無言になるやろ。あ、ごめん、アセドンちゃん、庶民おもんないで、これ。全然笑われへんギャグやと思うねんけど、なんで笑えんの、お前。アセドンちゃん、皆さん、アセドンちゃん、サイコパスです、皆さん、はい。皆さん、こいつはサイコパスです、はい。だから、笑うなって言っただろ。なんで自分の死体の話で笑えんの、お前。だって私、ぴょんぴょんしてますよ。言う通りやわ、それはな。ぴょんぴょん、カエルがぴょん。じゃあめちゃくちゃぶりっ子やないか。茶化さないで聞いてくれ、真面目な話なんだ。うん。俺は夢の中で殺されそうになってたお前を助けたんだよ。いやでも、ちょっと待って、伊達がヤバいやつ認定されるから、お前の仕事の内容言えよな。ソムニウム世界ってのがあってみたいな。そのまま伝えんな。そしたらお前が生き返ってて。いやもうほんまに笑えるやろこんなん。ゆうべお前の家に行った時、呆然としてたのはだからなんだ。うん、だからなんだではないけどな。それでいけるんかって、お前に話しても仕方ないか。うん、いえ、そんなことないですよ。え、
うん、なんで？さっきは笑ったりしてすみません。うん、いやまあ別にいいけど、あの笑い事ではなかったけどさ。まさかそんな事情があったとは思わなかったので。え、なんで納得できんの？ちょっと待って、なんで納得できんのな、アセトンちゃん。それはそれでお前の解釈は頭おかしいで。え？私は伊達さんを信じます。やばこいつ。頭天然やん、ゲイリスちゃん。きっと伊達さんは私が生きてる平行世界にジャンプしたんですよ。ゲーム脳やん。やれやれ、またおかしなやつが現れたか。どっちもやばいやつやんな、傍から見たら。昨日携帯の電源切れてたの、なぜ教えてよ。さっきお前デートの件で切れてたが、そもそもできなかったのはお前のせいだろ。いやそうやん、ほんまやん。昨日はずっと連絡が取れない状態にあったんだからな。なんでなん。え、なんで携帯の電源を切ってた。それは、事情あんのかな。なんで言われへんねや。深夜2時の来訪者。昨日の午前2時、何者かがお前の家を訪れた。うん。誰が来たんだ。成人はちゃう、これ絶対どっちも嘘ついてんじゃん。サーモグラフィーしてほしいねんけど、俺からしたら。お前はどこかに出かけて行ったな。おう。一体どこに。知りたいですか。え、何この質問これ。え、何ですかこれ、聞いたらあかん系。おう。どうしても。なんこの女の子特有のやつ。なんなん。どうしてもだ。どうしてもだ、刑事やからな。なら伊達さん、私といくらなの。どんだけしたいねんマジで。どんだけマイクラしたいの。しねえから。しないんかよ。じゃあデートしてください。え、デートしようぜな、アセトンちゃんとしたいよねみんなね。またかよ。昨日はしてくれなかったじゃないですか。うん、だからあれはお前と連絡が取れなかったからで。意義あり。逆転裁判。連絡が取れても私と会うつもりなんてなかったんでしょ。いやこれはね皆さん、伊達はねもうあのチンチンついてないです、これはね。うん、チンチンついてないです。うん、海綿体がないですこいつはね。はい、普通ついてたらアセトンちゃんと会いたいと思います。うん、とにかくデートの約束が完遂されない限り何も教えませんからね。そんなにデートしたいんたらな、したらええんちゃうかな。なんで歯食いしばってんねこいつ。今日休みか。休み。うん、学校のことだ。祝日ですからね。それで今日はレムニスに。なるほどな。これから番組の収録があるんです。うん、なんやろ、アベマかな。アベマまとめでどうするんですか。デートかな。何が決まってるじゃないですか、デートのことですよ。まあ俺がアセトンちゃんとデートするんやったらそうやな。とりあえず近所のラブホテル。いやでデートするに決まってるやろとか言いたいけど、デートしないって選んだらどうなんのこれ。デートします。はい、します。当たり前です。いやなんで嫌そうやねん。するやろ。わかったよ。うん、おい何言ってんだお前。仕事中やのに。やったー、本当にイクラマンしてくれるんですね。あ、イクラマンなの。イクラマンはしない。デートはしようぜ。する。じゃあ契約成立ってことで。うん、今度こそ絶対に守ってもらいますからね。え、何から。あ、約束が。あ、ごめんなさい、急にアセトンちゃん襲われてんのかなと思ったら。ごめんなさいね。はい、ちょっと解釈ミスってもうた俺、アホやないか。急に襲われたんかなと思ったアセトンちゃんが。あ、でも残念ながらすぐにってわけにはいかないんですよね。番組あるもんね。これから収録の予定が入ってて、うん、多分3時ぐらいには終わると思うんですけど。いけ、え、でもマーブルにも行く予定あんねんけどな、いけんのかな。アセトンちゃん、そろそろ始まるみたいよ。お、受付嬢のお姉さん最高です。受付嬢のお姉さんはもうなんかもう爆弾2つ抱えてます。はい、宝が胸にあります。はい、わかりました。というわけなので、伊達さん、3時ぐらいにもう一度ここに来てもらえますか。スラデートするんやったら迎えに行かないとな。来なかったら本当にめちゃんこぶち切れますからね。めちゃんこね。それじゃあまた後で。
ドロンチョス。どういう意味やねどういう意味やねドロンチョスはな。ドロンってことがそのままか。意味不明な言葉を残し、イーズはスタジオのある扉の奥へと消えていった。うん、さあここにいても仕方がない。おう、我々も移動。そやな。え、ちょっと待ってくれ。なんでやねん。受付嬢のお姉さん今一瞬出てたやんけ。そう、お前正味アセトンちゃんより受付嬢やろ。おい、ふざけんねんお前。行きます。はい行きましょうか。正味、まあまあ見たいけど、喋りたいけど、まあ、こっちも大事なんでね。はい、事件そろそろ解決したいし、ソロ墓地この実況も終わりたいし個人的に。俺は左目にアイブ入れたまま冷凍倉庫に足を踏み出た。吐く息が白く染まる。身を縮めた後に見ますが、夕べと変わったところは特に見当たらなかった。そもそも今何時なんやろ。配電盤、奥にあるのは配電盤のようだな。おう、やることあるのかここで。特に怪しいところはなさそうだ。うん、作業台。お前が一度目にここを訪れたのは昨日の午後9時ぐらいのことだったな。そうやな。その時この台の上に、ああ、イリスの死体が乗っていた。うん、白い布に覆われて。だが2度目にやってきた時にはなかった。意味がわからんな。お前も見た通りだ。うん、死体は消え失せていた。なんかプリンスステンコを通ったこれ急にマジックで生き返らしたみたいな、プリンスステンコが通ったみたいな、ありえるかも。時刻は午後11時25分、うん、とはいえおよそ2時間半の間に死体が消失したということにはならない。そうやな。なぜならそれよりもっと前に捜査班が到着しているからだ。その時間は報告によると午後10時30分、瀬島への進駆を終えた後のことになる。こう現着するのに1時間半もかかったっていうのか。ああ、確かにそれおかしいな。一体なぜそんな遠いとこなん。知らん。やろうな知ってたらおかしいもんな。報告書には記載されていなかった。たまたまか渋滞してたみたいな。もしかしたら何らかの圧力がかかったのかも。マジでなんか関係してんのかな、その熊倉組とかも警察と。ボスや、ボスは、あの子アバズレって言ってもうた。え、絶対そうやん。ボス圧力かけそう、かけられた。いやいやいや、うん、圧力絶対お前やん。いずれにせよ、うん、この台そのものに不可解な点はない。確かに。いくら調べても何も見つからないだろう。じゃあここ来た意味なくない。何のために来てんの俺。あ、やべ、飛ばしちゃった。ちょっと待って、カットするなと思って黙ってたら飛ばしちゃった、ごめんなさいね。だが特に手がかりになりそうなものは見つからず、うん、収穫ゼロか。そうやな、来た。それやったらマップにここの場所を表示すんのやめてくれへん来た意味マジでないやん。むしろ収穫ゼロというのが一つの収穫かもしれん。逆の考えでってことやんな。どういう意味だ。いや、なんでわからんねんいや、そのままの意味やろ。さあ、なんとなく、なんも情報なかったっていう収穫やろ。なんも情報ないっていう情報やんけ。アホやないか。だってとにかく行くぞ。どこに行くの。伊達の体温が低下している。あ、なるほどな。このままではお前の死体が発見されることになりそうだ。やばいやばい。ちょっと待って、なんか霧がめっちゃ強くなってる。はあ、なんもないわアビス本部と行きましょうか。デート3時からやもんね。で、マーブルも行かなあかんと。あ、もう3時前やね。ボスやろ絶対、圧力いっぱいかけてんの。俺の相棒はアビスの本部に戻ったと。ボスに頼んでおいた要件を確認するためだ。はい、ボス。ま、部屋に入るとボスは待ち構えていたかのようににっこりと微笑み。頼まれてた件手配しておいたわ。ごめん、何頼んでたっけ毎回ね、毎度のごとく。はい、何頼んでました。じゃあ89号は。あ、会うってやつか。ええ、ちょうど今到着したところ。でも89号と喋ったで。もう取調室にいるわ。意味あんのかなこの時間。だったら早速。うん、あ、私はちょっと用事があって行けないのよね。いや、これ絶対ボス会ってるからやろ。89号と一回会ったことあるからやろ。会われへんの。本庁の上層部の方から突然呼び出しをくらっちゃって。うわ、これ絶対嘘やわ。みんな多分ボスは上層部ともズブズブ。これ上層部ともこのおっぱいを使ってズブズブなんで。はい、絶対嘘。これわざとこいつがやってます。なんていうブリーチでいうとこの、アイゼンが四十六室を支配したみたいな感じ。うん、
あいつが指示出してるみたいな感じ。代わりにピュータに立ち会ってもらうことにしたから。そういえば前回もそうやったな。わかった。オッケー。ありがとうボスな。ボスちょっと信じられへんわ俺は、お前のこと。で89号やと。一回やったぞここ。